羽生譲るコロナで中止もやむなしぜん持ち出しゆずの命が大事の声。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。3月16日からカナダモントリオールで開幕予定の世界フィギュアスケート選手権が新型コロナウイルス感染拡大を受け、中止になる可能性が浮上していることが分かった。3月10日にカナダ放送協会の電子版が報じた記事によると、 モントリオールがあるケベック州のダニエル・マッキャン保健省が開催可否を検討していると発言したと伝えられたのです。今大会にはハニュー・二ズル25、昌磨、二十二、木22、キヒラ・リカ17らトップ選手が出場予定で、日本のファンも会場に多く駆けつける予定になっていました。また今大会では、ハニューと米国のネイサン・チェン二0の直接対決にも大きな注目が集まっていたので、仮に中止となれば、 ファンはもちろん、羽生自身もショックが大きいのではないでしょうか。スポーツライター、世界選手権の主催者サイドは9日に、イベントは予定通り開催予定と発表し、開幕を待ち望むファンたちからは安堵の声が漏れたばかりだった。マッキャン保健所は中止の可能性は排除されていないが、できる限り早く決定したいと述べたそうです。当局だけでなく世界保健機関や国際スケート連盟などと現在、 競技しているのではないでしょうか。この報道に対し、羽生と姉さんのライバル対決を待ち望んでいたファンたちからは楽しみにしているファンのためにもキャンセルはしないでほしい。羽生選手がどんな思いでこの日のために練習してきたかを知っているから開催してほしいなどの声が上がっています。一方で、羽生選手は全足持ちだから心配。肺炎はすごく怖い。まずは選手たちの安全が第一なのではなど。 中止も致し方ないとするファンの声も聞こえてきているんです。前出のスポーツライター、今はトップアスリートとしての確固たる地位を築いた羽生だが、4歳の頃に持病の全息を心配した母の勧めでフィギュアスケートを始めたことは有名な話だ。時折起こる発作に、今でも薬が手放せず、羽生は幼少期、少し走っただけで咳込んだり、夜も眠れないほどの咳が続く日もあったという、2017年8月に放送された、 24時間テレビ、日本テレビ系に出演した際には、羽生自身が2歳から全息を患っていたこと、成長するにつれて症状はだいぶ改善されてはいるが、今でも時折発作が起きるために薬を常備していることを告白し、世間を驚かせました。トップスケーターとして世界を転戦する今でも、日頃からマスクや予防薬を手放すことができず、発作を防ぐための最新の注意を払っているそうです。 全室のスポーツライター、今、世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスは、高齢者や治病のある人に感染すると、重症化のリスクが高いとされているクルーズ船、ダイヤモンドプリンセスの乗客だった80代の日本人男性は、気管支喘息の治療中に新型コロナウイルスに罹患し、亡くなっている。同じ喘息という持病を持つ羽生をファンが心配するのも当然かもしれません。全同大会の開催については、 選手や観客のの安全を第一に検討しているとのこと。こ続報が待たれるところだ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。